コンチェルタート、コンチェルタート様式内しは、スティールコンチェルタートは、通奏低音の上で、気楽グループ、または、声楽グループが一つの旋律を共有して、大抵交互に奏でるような演奏様式、または、曲種のこと。イタリア語のコンチェルトの派生語であり、本来は、コンチェルト風に共演する方式で、ほどの意味であった。コンチェルタートという用語は、ほとんど決まって、 形容詞的に使われる。幾分単純化しすぎではあるが、コンチェルタートとコンチェルトをわかりやすく区別すると、コンチェルタート様式は、声楽グループと気楽グループの対比が含まれるのに対して、コンチェルト様式は、とりわけ正規はロック音楽で展開された合奏競争曲の場合に見られるように、大集団と小集団の対比が含まれている。コンチェルタート様式は、 16世紀後半のベネツィアにおいて聖マルコ大聖堂の得意な音響空間で活動したガブリエリー一族の作品を通じて発展を見た。この聖堂内では別々の聖火隊内誌は合奏団が筋向かいに相対することになる。一般的に一方から他方への響きのディレー効果のために、また音響的に言うとライブ空間のために完全なユニゾンは困難だったので、 作曲家はいわばステレオの原理で、聖歌隊が互いに歌い交わすように作曲することにより、素晴らしい効果のある音楽ができることに気づいたのである。このようにして、交渉様式を用いた聖丸古代聖堂の合唱様式は、コーリス・ペッツァーティ様式と呼ばれた。コーリス・ペッツァーティの楽曲は、本来アカペラの合唱曲として作曲されたが、楽器を加えた演奏が行われるようになり、 さらに序盤にガブリエールによって、この原理を用いて、気楽曲を作曲したり、あるいは声楽と気楽からなるアンサンブルのために作曲する習慣が確立され、単純な交渉ではなく、対比や競合の原理を備えたコンチェルターと様式へと段階的に発展した。さらに、通奏低音と物理が導入されると、それまでの気楽と声楽の対比や音色の異なる、 楽器同士の対比に加えて、読書、重書、合唱も対比や競合の選択の可能性を広げた。ベネツィアで作曲された楽曲は、すぐさまその多角地で演奏されたため、新たなコンチェルターと様式は、急速にヨーロッパ各地に浸透した。17世紀初頭において、声楽と通奏低音を伴うほとんどすべての楽曲が、コンチェルトと呼ばれたが、この用法は、 現代的な意味とはかなりかけ離れている。17世紀におけるコンチェルタート様式の宗教曲はしばしばモテットから発展した。16世紀までにアカペラ様式による声楽ポリフォニーとして曲付けされたような聖句を用いて声楽と器楽のためにコンチェルト様式によって作曲されるようになった。これらの楽曲はもはやモテットとは呼べずコンチェルトやシンフォニア、 詩編集など様々な名で呼ばれた。コンチェルタート様式は極めて劇的な音楽の作曲を可能にするため、初期はロック音楽の特徴ある新機軸の一つとなった。ありがとうございます。